両線赤原西さあ、はい、今日はですね、はい、栃木県にある、うん、キングフィッシャーさんという、はい、管理釣り場にやってきました、はい、そこでですね、トラウト、うん、これを狙おうじゃないかということです、はいはい、けども、はい、久しぶりちゃいますこういう淡水そうですね、やんのは東京湾ばっかり行ってましたからね、はい、あの BS の方の原西フィッシングクラブでは一度ね、はいはい、管理釣り場やりましたけども、はいはいはい、要するに、もう魚はいるので、うん、坊主になるともう腕だけです。そうですね、だからお前の腕がないんだっていうことですよね。管理釣り場は基本、うん、はい、もう場所によってもうタイプ変わってくるから、はいはいはい、その日の何かパターンを見つけないと、はい、でそのルアーを持ってなかったらずっと釣れへんみたいな時もあるんですよ。管理釣り場やからで絶対釣れるでと思ったら偉いことになります。偉いことになります。そうなんですよ。なります。だからこれは如実に腕の差が出るかもしれません。今回はあらやだ。ね、それを自分でこう俺は腕ないんだっていうのが分かる回です。いやいや、やっぱハマる人おるんでしょ。もう大会とかも、ね、多分そうですね。すごいやってるし。まあ言っても釣れると思いますよ。言ってもね。いやまたそれ言うと釣れると思いますよ。言うとこれあかんねんと、ほんまに。なんかそんな気すんの。俺はもう言うてくる。全員釣れます。全員めっちゃ釣ります今日は。楽しみに見てください。はい。じゃあ行きましょうか。はい。はい、行きましょう。あと今日釣った魚、はい、食べれますんで。あ、そうだそうだ。はい。そうやんか。それもはい、お楽しみにということで、そういうようなこともやってくれてんの。ここ、そうですね、はい、はい、ちなみに、はい、魚の種類を教えていただいていいですか。あ、何が、まずニジマスがメインで入ってます。ニジマス、これ美味しいかな、これ、はい、あとはレア度が高いのはイワナが入ってます。あ、イワナ、イワナついた、イワナついた。このエリアにもう絶滅危惧なんですけど、伊藤っていう、まあ、北海道の大きい魚。伊藤いてるんですか。はい、ただまあそれはもちろん持ち帰りができないんですけど。サイズはどれぐらいまで。サイズは1メーター近い。ええ、無理やん、このタックルで無理やん。細いでこれ1メーターのもいいよ。無理やん、これは面白いね。大物ですと栃木県が産んだブランドマスって言われてヤシオマス。ヤシオマス食べると切ったら赤身で、お刺身でも食べられる、美味しい。それってごめんなさい、ヤシオマスっていうのは他のマスとなんか違いがあるんですか。そうですね、やっぱり見た目は、まあ、まず大きさが普通のニジマスとは違うんですけれど、正直言うと切るまでそれがヤシオマスかどうかは分からない。なるほど、はい、そうなんですね。ドナルドみたいな体型ですか。そうです、ドナルドみたいな。お腹ボーン、女性の丸みがあるようなこう、ちょっとした体なんですけど、切って白だったらこれはニジマス、赤だったらヤシオマス。そんな溜まってた。切るまで分からない。切るまで分からない。でもどうせならそのヤシオマス、はい、釣りましょうか。はい、あと分からへんのか、切るまで。そう、切るまで分からへんから、だからいっぱい釣って確率を上げましょうよ。さばいてね、はい、じゃあ行きましょうか。はい、行きましょう。こんなやつがちょっとでかすぎるかもわかんないですけど、用意してるやつがこれではらしいです。ああ、これでもでかいんや。でかいらしいです。もっとマイクロ系、ちゃんと持ってるね。そういうの、そうやな、いろんな種類をさすがやね。そうなんですね。いろいろ一応ちょっとずつ手を出して、さすがや、さすがやな。ちょっとずつ手を出して、ちょっとずつ。だって同じの持ってはる、やっぱりこうね。そうですね。はい。あのちっちゃい。これやっぱちっちゃい。こっちマイクロスプーンって、もう一段階小さいです。もう一個ちっちゃい。この辺りが今日だと当たるかもしれない。あ、じゃあ僕にください、これは。早っ。早っ。これでもあれですよ、すごいローテーションしていくと、もうやっぱり見切られるというか。そうですね。特に水が綺麗だと、色とかに、魚から見える部分が多いんで、2、3頭投げたら買える方もいらっしゃいますね。僕次に釣れるやつ。俺も尺に触ったもん。8、9。俺も自分のやつでやる。ちょっとでかいけど、これで釣ってみてる。もうそんな先輩で。量が一番下。芸歴順で。8期9期で。12期をいじめるから。12期じゃないやけど。NSC ちゃうから。キーで言うと12期やるな。まあ、俺も退学になってる。ナイナイさんは、そっか、途中で忙しすぎて。ちゃうで。え、違うんすか。え、普通払ってないんで、月謝。うっす、え、やば。そう、ひどない。え、そんなそれで売れてる人いるんですか。払ってなくて。初めの頃結構いる。あ、そうなんすか。俺らが最後まで払ってない。それから、その次の10期からは、はい、前払い制だったよ。僕らの時はもちろん前払いで40万です。僕らのせい。うわ、岡村さんのせいやった。そっからそのルールになったんすか。出世払いでもええみたいなことをさ、はい、聞いたから、
あのほとんどの人そうまあ曖昧っちゃ曖昧やったのその時代は当時はああやっぱオランとか厳しなって、はい、出入り禁止っていう感じで寄せてでナインティナインは出入り禁止岡村やべ、はい、出入り禁止でやめさせる俺らの時はそうなんです初期は多分3ヶ月前払いやったよはぁ入学金と3ヶ月分払うのはいはいはい多分岡村はそっから払ってない一回だけで一回だけちょろまかしてはい出入り禁止キャストしますはい俺もキャストしますあ、これぐらいあ、来た早っあ、逃げたあ、上でした絶対一番についたんですよなるほど、わかったあ、当たった最初は上からはい、最初着水と同時にあ、森尾さんあ、あの、あれが欲しいです網ですねネットを忘れたすいません、ありがとうございますウェイあ食べやすいサイズですね、はい、あ、おめでとうございますニジマスですねニジマスですね綺麗ですやったおめでとうございます自分のルアーで来たそうですね一発目からちょっとサイズは伸びないけどあれこれ全部食べれないやんどうすんのこのサイズどうしますでも塩焼きとかでちょうど良さそうなサイズではあ、おいしいサイズは岡村さん来ましたじゃ原西さんが一番に釣るって言ってたんですけどあ、外れたごめんあ、外れましたあ、バレましたバレたもう今あれですか表層ぐらいでずっとあの普通にただ巻きで表層ということでもなかったな水着水して何秒か経ってみたいな、うん、どこまだ今のどこの人かあんま分かってないですバーブレスであの、ね、針がはい返しがないんでテンションはずっと張った状態じゃないとあーめっちゃ食ってきてますねあーめっちゃ追っかけてきました今いいっすね原西さんはちょっと釣れなさそうですね今あ、来ましたあ、いいやめてこの釣るのやめてありがとうございますよいしょお見事です可愛らしいですね可愛らしいですね綺麗ですね塩焼きとかにするとちょうどこれぐらい食べやすいかもしれないですねこれぐらいがいいはい、まあ、もっと大きな多分いると思いますがどうするこれやめてっていういやもう釣れたもう釣れましたちゃんと結局俺がほら自分福島さんがなんかお金しめちゃなったらやめてえ、で、花井さんだから当たりあるんですよねあんねんどれ取れてない俺完全に向こう合わせにあの かかるもんや思ってたからどうしようどうしようどう思いますもうトップウォーターでいいですか釣れるの確定したんですけどいいんじゃないですかあこれだけどキャストかなんかもとはい合わせ入れた方がいいはい合わせますほら合わせないと抜けますほらこうやってでおいほんで細かいですめちゃめちゃ当たり表層、はい表層でそろそろ行って僕竿を立て気味でほら当たるんですよ多分ドラグこれでああこれでこんなドラグじゃダメですねでかいの来た時でかいの来た時元気っすね元気っすねああ抜けた結局俺がほらどうしようかなトップウォーターになるよもう釣れるの釣れます俺当たりあるんですよあんねんまだ原西さん釣れてないですどうしようかなあと2ぐらい釣っときますはいじゃあかっこええ釣っときます超かっこいいっすそうですね、あのエリアトラウトの場合は自分で多分ちょっとかけに行く、まあ、いろんな人のやり方あるんですけど、うん、いや俺だから俺は向こう合わせタイプやねあじゃあ中ほらもうすぐまた亮さん来ましたで自分でかけないと多分なかなかかからないですよいや俺だから俺は向こう合わせタイプおおすげえめっちゃ怒られてめっちゃ今日伊藤またいじってるな怒られるなあいつ原西さんに3時間ぐらい車の運転してもらってもあんだけ文句言えるってすごいな俺あんなに人に運転してもらったらあんな文句余裕あんわよいしょあいつすごいな逆にニジマスです魚体ちょっと待ってくださいね外してからしますねはい、はい
綺麗。綺麗ですね。綺麗な魚体。お名前、すいません、お名前なんて。手塚さん、全然釣れないんですけど、はい、一番釣れる色って言いました、ね、今僕これ、逆さに釣ってるの、はい、やめてください。ちょっと恥ずかしい。恥ずかしいです。でこれはやばいですね。これはちょっと、これは炎上ですね。それ当たっても釣れへんわ。はい、先についてた方が。移動エキスト、いらんで、それ。取らんで。ちょっとこれ初心者の女子が間違えるやつやね、これ。これ女子もなかなか間違えない。ちょっと皆さん、言わんでいいの、原西さんが、スプーン逆につけてました。マジで、針がある方で。それはよう今まで当たってたの。はい、スナップつけてられましたんで。もう釣れるで。ちょ、カンパケで押さえて。はい、取ってます。あ、岡村さん来てます。これだけ釣れたら、これでも釣れてない原兄さん映すのと釣れてる岡村さん映すのでこれ僕が怒られちゃいますんで、視聴者の方に釣れないですね。ちょっとこう逆も分かるわ。全然余裕ですね。おはようございます。ありがとうございます。ありがとうございます。伊藤。タモです。タモやってください。はい。見てます。ちょっと巻きすぎ。あ、よし、よし、よし。よかったです。うるさいな。来ました。おめでとうございます。あ、外れた。危なかった。危なかったですね。あ、いや、綺麗です。ニジマスですよね。ニジマスです。ニジマス来ました。綺麗です。あ、よかったです。よくおった。スプーンの付け方はもう、わかりましたか。わかりました。小林さんも今何匹目ですか。3匹目。早いっすね。ありがとうございます。ありがとうございます。面白いね。楽しかった。いや、こんだけ。はい。ハンシビシンクラブでさ、はい、1匹目遅いやろ。あ、そうっすね。もう一瞬でそうっすね。釣れてるから。捕まえた。ね。いいですよ。僕もお魚釣れるんですよ。言ってますけどね。よいしょ。ここからちょっとサイズアップを狙えるようにしようかな。よっしゃ。よっしゃ、来た。美味しいサイズでしょ、これ。ちょうど美味しいサイズですよ。いいですね。はい、来ました。ありがとうございます。よく分からず釣ってるな、なんか。あー、割れたか。割れちゃった。どのタナでとか、どのスピードとか、どの色でとか、ほんまは考えた方がいいんですけど、もう3投目ぐらいから何も考えてないです。ただ投げてもう巻いて、もうどうせ釣れんねやろって思って巻いちゃってるんですよね。これがダメなんですよ、俺。向上心がないから。もっとね、ほんま過酷な状況にやらないと人間って考えないじゃないですか。ねえ、ダメですわ。でも楽しいですわ。すいません。りょうチャンネルで、田村りょうチャンネルでシーバスを、お、伊藤君はちゃんと取ってくれたから。はい、おい、来た、来ました。おー、来た。おー、来た来た来た、来ましたね。トップです。今のは気持ちいいっすね。うわ、いいなぁ、ね、パコンできましたね、うん、吸い込んだ感じ、はいはい、あそこ叩いてるあれや、あれなんすか、あれ、鯉産卵ちゃう、あー、はたきってやつですか、うん、おー、よいしょ、おめでとうございます。あー、気持ちいい、食ってくれた、いいっすね。これやっぱバスとかと違って、はい、動かして何かやるよりも着水して止めてる方の方がなんか興味持ってくれるわ。これが一番虫が落ちたような感じなの、はい、あの波紋が広がってるし、ほら、あ、ちょんちょん、もう今度一回動かす、あ、来た、あ、あ、吸ってない。パコってなりましたね、うん、原西さんトップに挑戦ということで、クランクベイトで、まあそこか、あ、そうなんだ。
今もルアー取ってますんで、はい、アップで取ってください、はい、ほんまに釣りの好きなやつだ、うわっかっこええなーっていうのをやります。あ、追っかけてきてますね後ろからゆっくり、うん、あ、見切られた、伊藤がちゃんと取ったら俺釣れないっていう、もうそういう習わしになってるから、習わしって言うんですか。伊藤がちゃんと取ったら俺ほんま釣れへんねんって、で僕が取ってない時に釣ったら取れ取れって言うじゃないですか原西さん。マジででも僕がちゃんと取り出すと釣れないっすね。でもほんまに置いてるだけでもイオンが加えてたんやろ。そうですね、何回ももう後ろ、あの下から食い上げてくるというか、結構しばらく置いてましたね。あ、今下から、はいはいはい、で動かすとき今みたいな動かし方もあるんですけど、うん、あとはもうなんかあのパシャンっていうよりもスーっていう、ちょっと優しくちょっとだけスーっと引いて波紋出してみたいな、それで後ろから来るみたいなこともあります。明確な当たり欲しいな。岡村さん、もしあれでしたら下の、はい、でっかいとこ行ってみます。大きな池行きます、トップで釣れてないとこ行ってみます。行ってみようか。じゃあネットだけ持ってきていただいて、ダメ元で。すいません、じゃあネットだけお願いします。はい、でダメだったらまた戻ってきてこっちでクランクだったりなんか巻いてサイズを出す。あの人でかいの釣ろうとしてるでしょ。こっち側の方がね楽しそうな気がする。羽根さん、当たりある？当たりはある。ある。あ、トップじゃないよね。うん、